これ国と国との約束なんです。この約束を違えられてしまったらどうなるのかというとですね、膠着状況で全然動かない日韓関係を何かいい方向に動かしたいっていう、そういうことでの配慮から、韓国経済の屋台骨をなしている産業に大きな影響を与えかねない措置ですので、最悪報復の連鎖というものに陥ってしまうということも考えないといけない状況になってきていると思います。国と国との約束なんです。この約束を違えられてしまったらどうなるのかというとですね、